はあ、え、こんばんは、はるけです。今回は SBC 選手優先度テアリストになります。今週来た SBC 選手の中ですね、どの選手を優先してくるべきかどうかということが分かるものになってます。評価基準としてはですね、その選手自体の強さというものはもちろんあるんですけれども、やはり SBC ということで価格面ですね、コスパ面だったりとか、あとはロマンサー権威面だったり、総合的に評価をしてテアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、 SBC 選手優先度ティアリストになってます。今週来た SBC 選手はこれらの選手だと思います。まずは C ですね。 C はですね、 TOTS のビュール、そしてアニョミ、そして Y アイコンですねのマテウスと、この選手3選手を C に入れました。まずはビュールですね。値段はかなり安いです。7万ぐらいかなで作れた選手にはなるんで、作りやすさはありますね。ただ冷静さの部分がちょっとひどいなっていう感じですね。冷静さが伴ってれば正直、かなり良かった選手にはなるかと思います。個人的には冷静さの部分を結構重要視してはいますし、まあ気にならない選手もいるんですよ、中には。ただ現環境ほとんどの選手が冷静さの値が高い中で、いきなり78のビュールボーンって出すかって言われたら、ちょっとそこまでかな、作らない方がまあ安牌かなっていうふうには思います。あとはケミ的にもね、やっぱちょっと難しい選手にはなってしまうので、スパサブとしてだったらまだいいかもしれないけれども、でもスパサブでも代わりはいるよねっていう風な現状にはなってるかなと思いますね。そして続いてはアニョミですね。アニョミはですね、もっと安くて多分3万ぐらいかなで作れる選手になってます。もうがっつりスパサブ向きな選手だと思いますね。この人もケミは難しいんで、まあビュールより多分難しいですよね、チームも。なので、本当がっつりスパサブが足りてなければ作ってもいいと思います。ただまあいろんな選手を作っている中で、 TOTS の選手とかにとって代わられた選手でスパサブのやりくりしている方もおられると思うんで、その選手でも別にいいと思います。まあ44っていう風なとこもね、もうちょっと欲しいなっていうのは思いますし、基本的には軽くて速いっていう風な選手にはなるんで、スパサブにはありなんですけど、まあ、多くの方は揃われてるのかなと思ってここの C にしました。そして続いてはマテウスですね。 Y アイコンのマテウスになります。実力は十分に伴っている選手になりますし、試合中でも助けてくれる場面っていうのは多くある選手にはなります。ただそうですね、値段が高すぎたっていうのが一番大きなこの C ランクにいる理由ですね。どんぐらい60、70ぐらいなんで、結構高いですよね。160はなかなか高い。もちろんケミがね、優秀だったりとか、まあ待ってください、好きな方はいいんですけど、ただそれにしてもまあ高い、そういう選手になってしまってるんで、素材にむちゃくちゃ余裕があって、いつでも補填できるよ、いつでも素材もバンバン入ってきますよっていう方だったら、まあありだと思いますね。そして続いては B ですね。 B はですね、 Y アイコンラームになってます。ラームはもともとね、市場価格も安かったからか、 SBC 価格もそこまでですね、40万ぐらいかな、30から40万ぐらいで作れる選手にはなってますんで、まあ作りやすいかなと思います。ただまあ今の現状、右サイドバックだったり左サイドバック強い選手が多く、いますし、もっと安くで作れたいい選手がいますので、それの選手でいいかなと思います。でボランチで使うにしても、まあ他の選手でいいかなっていう風な感じにはなるんで、まあラームが好きな方は作ってもいいとは思います。あとはまあ一応サイドバックとボランチに任せれるっていう風なこと考え、まあそのユーティリティ性考えると、まだありなんかなって思いますけど、まあどちらかというと別に全然スルーでもいいっていう風な選手ですね。そして続いては A ですね。 A はですね、 TOTS パラシオス、そしてファンタジー FC ヒーロールシオ、バースデーアイコンラウル、この3名を入れました。まずはパラシオスですね。
かなり強化をされた選手として登場をしましたね。守備も攻撃もしっかりできながら、パス面とかドリブル面もしっかり、能力高いという風な選手になってます。で、ペースも88までいってますんで、なかなかありな選手かなと思います。ただまあ若干フィジカルが弱いのがまあ気にはなるところではありますね。ゴリゴリな守備っていうのができにくい選手にはなるかと思いますね。ただまあ25万ぐらいですかで作れる選手としては非常に優秀な SBC 選手だと思いますし、まあエボリューションにもね突っ込んでプラス1こっからできますんで、もしパラシオスを作るって思う方はそのエボリューションでプラス1することを見越して作るのがいいと思います。ただ一つケミ面ですね。ケミが難しいですね。レバークーゼンの選手たちを多く入れたりとか、あとはディマリアとかメッシとかをずっと使い続けるのであれば自分は全然いいと思います。まあビルツとか、まあ、ボニフェイスが当たってそれを1ヶ月とか使うんだったら全然ケミは組めると思います。フリンポンとかグリマルトとかね、全然そのトップオブトップのレバークーゼン勢を使えるんであればいいとは思いますけど、まあ多くの方が後にいろんな TOTS がねどんどん進んでいくにつれてちょっとパラシュートケミムズないって思う人も出てくると思うんで、そこのケミ面だけですね。ケミが優秀であれば個人的には S に入れたかった、そんな選手になってます。そして続いてはルシオですね。ファンタジー FC ヒーローで登場しました。まあブンデスのレジェンドという風な、ことでまあ今週来たという風なことですね。実力はむちゃくちゃ高いです。正直もうほんとトップオブトップのセンターバックになりますし、この人で最後までいけるっていう、そんな選手、そんなカードになってますね。もうドリブルも、軽いしパスもね上手い選手、まあ逆足3だけがちょっと残念ですけど、まあペースもねある程度あって守備力はむちゃ高い、ほんと足が伸びる選手で、シュートブロックも勝手にしてくれたりとか、します。取り切る力っていうのもめちゃくちゃ高いです。で空中性も全然弱くないっていう風な選手になってます。ただ高いですね。ただ100万でしょ。100万のセンターバックちょっと玄関業高いんじゃないかな。それこそビセックだったりとかが60万、でロメロもまあアップグレードはねちょっと厳しいかもしれないですけど40万ぐらいで買えるっていう風なことになってくるとやっぱ高いかなって思います。これがまあまだ70万80万とかだったら全然あり、ケミもね優秀だしですけど、ちょっと100万はまあルシオにしたらね全然安いんですよ。全然安いけど他の強センターバックと比べるとちょっと高いなっていう風な感じなんで、これも SBC 素材がもう余ってるとか、余裕があるって方は作るのをねかなりおすすめするんですけど、他の選手でも強い選手 TO です、ね、いっぱい出てきてるのでその選手たちでもいいかなっていう風な感じですね。そして続いてはラウールですね。アルティメットバースデーアイコンで登場をしました。この選手は多分60万から70万ぐらいで、作れる選手にはなっていて、アタッカーとしては素晴らしいですね。普通に強いです。でテクニカルのプラスとか今週のプラス、どちらもいいプレスタルプラスになってますんで、なかなかいい、まあそこら辺の TOT 選手よりかは全然強いっていう風な感じですよね。もちろん5-5になりましたし、扱いもね、すごくまあしやすいというか使用感のいい選手になりますね。パスもねうまいっていうのも一つ特徴かなと思いますし、まあシュートだったりとか、あとはスピードもねしっかり上がりましたんで結構ありな選手になってますね。まああとはまあそのこの人まあ値段的な部分で、言うとまあちょっと高めではあるんで、まあラウル好きな方は作るべきにはなるんですけど、手出ない人も全然いるのかなっていう風な感じですね。まあ無理に作る必要はないですけど、どちらかというとまあ作った方がいいんじゃないかなっていう風な感じですね。そして続いては S ですね。 S はですねフラッシュバックのサイラス、そして TOTS シマカン、そしてレロイサネですね。この3名になってます。まずはサイラスですね。フラッシュバック今日かな昨日かなに来た SBC 選手になってまして、値段はねこのサイラスのケミを考えると高いと思います。16万7万ぐらいなんで、このケミはねほぼスタメンで使えないと思うんで、ってなってくるとスパサブ枠で、スパサブ枠だったら16万7万高いと思うんですよ。ただ結構長く使える選手だと思います、スパサブとして。なのでまあ
このサイラスのケミから考えると16万7万ね、ちょっと高いけれども、16万7万っていうその値段だけ見るとまだ安い、作りやすいかなっていうのは思います。50万とか60万とかじゃないんで、なのでまあ全然ありかなっていうのは思います。あと単純に普通に強いし、55になったサイラスっていう風なことで使用感もね、結構よくってぶち抜けるスピードっていうのがあるんで、まあスパサブに置いておくと試合をねちょっとちゃんと変えてくれる、逆転まで持っていってくれるっていう風な力は十分にある選手にはなるんで、まあ普通にありかなっていうのは思いますね。そして続いては島間ですね。島間はめちゃくちゃ安くで、登場をしましたね。6万7万ぐらいかなで作れるんで、めちゃくちゃありだと思います。でこの人はパラシオス同様にね、エボリューションでプラス1かなすることができますんで、島間を作る方はそのエボリューションもやるっていう風な込みで、まあ、作成をおすすめしたいですね。個人的にはサイドバックかな、右サイドバックで使うのがいいんじゃないかなという風には思いますね。バックとして非常に活躍ができるんじゃないかなという風には思いますね。空中戦の強さっていうのもしっかりありますし、まあ、パスもうスルーパスはちょっと難しいかもしれないですけれども、普通にビルドアップの中で強パスとかは、しっかり通してくれる選手にはなります。また守備面に関してもともとセンターバックなんで、予測とかブルーザーとか、あとはブロックとかインターセプトプラスジョッキーとかついてるってのは素晴らしいんで、まあ普通にありかな。あとはまあフランス人っていうこともまだ若干組みやすい、かな、ケミを組みやすい要因にはなってますんで、まあ値段も安く、逆足だけちょっと残念で、ロングパスの時は気をつけないといけないんですけれども、まあなかなかありかな。安さも伴って非常に作る価値はあると思いますね。そして続いてはサネですね。レロイサネ、まあブンデスティーオテス最初の SBC として登場した選手になるんですけど、まあありですね。普通にスキル5逆足4という風なスキル逆足が大きくアップグレードされましたし、かつ能力も93までいきまして、非常に強くなったサネになりますね。まあ相手見ることもね、多いんで、まあ作った方多いのかなという風には思うんですけど、個人的には、作って後悔はあまりないっていうことを考えると作るべきカードになりますね。まあ結構、シュートもよく決めてくれてはいますし、突破の部分でもね、よくしてくれてはいますんで、まあ右サイドのアタッカーとしてちょっと違いが作れるような選手にはなってますね。まあ、もっと言えば55だったりとか、まあ全体的に能力プラス1に高かったりとか、あとはトリッカーのプラスがなんか違うプレイスタイルプラスだったら良かったなとは思うんですけど、ただ40万ぐらいですかで作れるんだったら全然あり。またバイエルンっていうね、結構強いチームになってます。まあ今作はレバークーゼンかもしれないですけど、まあ非常にケインとかムシアラとかとね、組めるので、まあなかなかありかなっていうふうには思いますね。こちらがですね、 SBC 選手優先ドティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それではここはこれで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。